適当な情報流すんじゃねえよ。<れ>本当に信じる人多分3割ぐらいいるんだからな。あ本当ですか、うん、?3 割結構いるんだからな。いますね。えー、まいります。下野さん、海津さん、こんにちは。こんにちは この間友達とプリクラを撮りに行きました<う>、えー。そこの機械ではコスプレをすることができるので、お互い何を着るか、着るのかは秘密にして見せ合うことにしました。うんえー、私は調査兵団の服があったのでそれを着ました。<う>そして試着室から出てきて、友達を見たら全員が調査兵団。でした <laughs> それ面白いね。 とっても驚きました顔出ししてよ、えーえー、もちろんですね、えー、みんなで撮った時は敬礼のポーズで撮りました、うん、私はコニーファンなので一人逆のポーズでしたあ心臓がね右についてるんだね坊主のズラもあったんですかね坊主のズラはないだろうそれはやめてあげてよ、はい、なんでなんでじゃねコニー好きだったらやっぱやりたくないんですか 何でもかんでも坊主にすりゃコニーが好きだっつったらお前お坊さん全員がコニー好きってことになるぞ。ああ。違う、そうは言って。<laughs> それをめちゃくちゃ<前>。高校球児で坊主にしてる奴も全員。あでもこの間いたらしいんだよね。うん、あのー、そのでかいイベントの時に。はい、あのうちのマネージャーが見かけたら、俺は見てないんだけど、うちのマネージャーがコニーのコスプレ,スプレをした少年がいたっつって。<laughs> それ本当はリヴァイのコスプレしたいけど坊主だっただけじゃんじゃないですかでもいい。 でもいい結果コニーだったらいい結果コニー、うん、結果コニーってかわいそうっすねなんでだよ <laughs> おいおいなんでだよ <laughs> いやいやいやだっても,もしもしリヴァイになりたかったらそれはもうズラかぶれよ そのズラはいいんだ。うん、ズラはいいよ。<laughs> じゃあ別にコニーのズラかぶるよ。だからコニーが好きだったらでも坊主のままでいいじゃん。<laughs> そんなリバーになりたいんだったら、だからもうズラかぶればいいんだっつうんだよ。<laughs> コニーのズラは、え、だから、コニー好きだったらコニーのズラあったらかぶった方が良かったんじゃないですかって言った。それはまた違うんだって。<laughs> なんで違うの <laughs> 毛がほら、あるのとないのだとほら、やっぱリアリティ感違うじゃん。ちょっともうよくわかんないです <laughs>。まあいいよ。かぶ、うん、りたかったらかぶるわ。そうそうね。うん。うん すごいもうそういうあのプリントシール取るところで多分そこもそうだけど多分カラオケボックスとかあるんじゃねえかな進撃の,のいやもう多分みんなだって多分カラオケでも結構歌ってる人多いから盛り上がりますね,ね<ー>、うん、嬉しいですね普通にこうサラリーマンとかやっぱ1着2着は巨人大型巨人も置いてあるんですか、ね、あいると思うよそいつ絶対いじられキャラですよね <laughs> いや 周りの調査兵団来たやつに絶対みんなに同じに現れるんですよ。そうそう、だからそうそう。そうそうそうで